はい、皆さん、ワドツです。今日は2018年の、12月23日、夜中の2時、7分です。よろしくお願いします。昨日はですね、昨日というか、今日のね、俺の感覚だと、昨日の、夜8時ぐらいからね、夜7時から、てるちゃんぴん、ふわっちの配信者のてるちゃんぴんっていう人が、歌うま選手権っていう、そのカラオケのイベントをやったんですけれども、で、そこに出場しまして、で、便所太郎さんがやってるさ、捨て頃っていうのを対戦相手だった直樹兄さんとカラオケ競ったんですけど、負けてしまいました。応援してくれてた人、ごめんなさい。でね、なんかね、配信会がね、だいぶ大きく変わったなぁとか思って、狐枠嫌だ？そっか。でもさ、狐枠の方がさ、コメントが走るんだよ。で、コメントが走るってことはさ、やっぱりさ、配信者としてはさ、こう、みんなが何を考えてるのかとか、すごい分かりやすいからさ、狐枠にするしかなくなってきてるよね、ちょっと。今さ、コメントも少ない、アイテムも飛ばなくなったっていう状態だから、自分自身がね、どういうふうにやって、どういうふうに配信で生き残っていくのかっていうのを考えていかないといけない時期だと思ってて。で、今回の話につながることなんだけど、なんかね、配信を、こう、なんていうのかな、リアトする人を見て、あ、お客さんの層がね、だいぶ変わってきたなっていうふうに思った。っていうのもさ、こう、6年前に配信始めた時は、なんて言えばいいのかな、オタクの人がリアトツに来ることが多かったんですよ。ひも手というか、オタクというか。で、そういう人たちが、こう、ガンガンリアトツ来て、なんかリア充と対極にある人とか、が結構来てたと思ったんだけど、最近はね、なんかね、こう、リア充というか、パリピっていうのかな。そういう一般層で、特にね、お酒の商売をされている方とか、あと、リア充って呼ばれて、普通の働いてる人とかが、放送を見るようになってきたなと思ってね、ちょっとね、取り残されてるんじゃないかなっていうか、自分もね、戸惑ってますよ。戸惑ってます。なんでなんだろうな。なんでなんだろう。俺も原因がまだつかめてないんだけどね、大きく変わっていってるなっていうふうに本当に思う。そうそうそう、夜食とオラオラ系のちょっと不良っぽい感じの人が増えてきたなとか思って。俺はさ、ネットってなんて言うんだろう、オタク文化だと思い込んでたから、オタク文化だと思い込んでたし、実際オタク文化だと思ってたから、なんかね、ちょっとこの層には俺受けないんじゃないかなっていうコンプレックスみたいなものを感じるよね。なんか、例えば今日とかも銀座でさ、企画をやるわけじゃん。で、銀座で配信者が企画をやるっていうことって今までなかったからね。それがね、すごい不思議だなとか思ってて。やっぱりあれだろうね。お客さんに着く前の待機中とかに、配信を見てたりとか、そういう文化に変わってきてるのかもしれないね。だから今日はね、なんか、自分が抱えているリスナー層ではないなっていうふうに思った。ふわとら見て登録したやつも、そうだね。やっぱりふわっちが宣伝広告とかに力入れてて、YouTube の広告にもふわっち出てたし、あとなんだろう、Twitter の広告にもよく出るし、あとね、配信者のサプリくんっていう男の子は、渋谷のね、看板、渋谷のなんか広告を見てふわっちやってみようと思ったらしいの。だから、その配信今までやらなかった人たちが配信を始めてるなっていうのが俺の率直な意見かな。だからニコ生とかさ、その辺のサブカルチャーっていうのかな、もう2チャンネルの文化を継承したような、そういう人たちっていうのがどれくらい生き残ってるんだろうっていうのがね、ちょっと疑問かな、自分の中で。どうやって部屋を赤くしてるんですか？これはね、照明ですね。ライトです。
ライトに、あの赤いね、こういう下敷きとかあったでしょ、赤い下敷き。そうそう。これを貼って、ハサミで切って、フィルターにして、で、こっち側のライトだけ赤くするっていう、そういう感じでやってますね。ライトを赤くすると。そうすると、後ろと前がやるっていう。普通枠にしよう。普通枠の方がいいの？普通枠だってコメントを書かないじゃん。普通枠でコメント書いてくれるんなら全然いいんだけど、コメント書いてくれなかったら俺が困るじゃん。で、すげえ困るんだよね。普通枠で普通にコメント書いてくれるんだったら全然普通枠でもいいんだけど、普通枠だとさ、誰も書かなくなっちゃうから。だから俺としてはやっぱり配信が盛り上がらないとダメなのかなっていう、悩んでるよね。初見です、ありがとう。アイテムありがとう。で、今後ね、俺ね、こういうふうにしようかな。なんかね、ツイキャスの人に聞いたんだけど、ツイキャスって普通にアイテム投げれないの知ってた？ツイキャスって普通にアイテム投げれなくて、延長する時の残り3分間しかアイテムが投げられないんだって。これめちゃめちゃ良くない？お茶爆だから27分間はトークだけを、コメントとトークだけを楽しむことができて、残り3分延長するときに、アイテムっていうのを投げるっていう文化なんだって。これすげえいいなーとか思ってて。だから、俺もね、アイテム投げてもらえるのはね、やっぱり延長のときがいいなーとか思ってて。じゃないとさ、なんて言えばいいのかな。アイテムありがとうございます、アイテムありがとうございますっていう配信で、俺配信じゃないと思ってて、あんまり。だからさ、そうそう、話の邪魔にならないし、ロム線とかも3分間とかだったらさ、いいわけじゃん。だからすごくいい仕組みだなとか思ったよ。3分間しか課金できないっていう。俺もなんかね、やっぱりトークが盛り上がってる時に花火ありがとうって挟まないといけないと、その配信の喋ってるテンポみたいなものを失っちゃうんだよ。そう、ペースが崩れちゃって。で、聞いてる方からしても不快じゃん。俺アイテムタイムで分けてた、分けてた。だからね、やっぱりね、その常に投げられ、もちろんさ、投げた人からしたらさ、お礼言ってもらいたいっていう気持ちはあるっていうのは分かるけど、俺もね、やっぱりね、そこは仕組みでなんかうまくやってもらわないと難しいよなっていう葛藤はあるよね。俺らがコントロールできる部分と、その仕組みでカバーしてほしい部分っていう。で、俺らは仕組みはいじれないから、やっぱり。多分、録画見てもらっても入る。マジか、いいね。録画で、そのアイテム投げられる仕組みはすごいいいな。なんかね、でもね、やっぱりね、ツイキャスに人が流れてるっていうのを感じた。今日、ツイキャスの配信者がたくさんいたから、いろいろ話聞いてきたんだけど、ちょっと俺もツイキャスやらないと、ダメかもしれないな。ふわっち大好きで、ふわっち頑張ってきたけど、ちょっとね、今のままにね、少し限界を感じてるかな。ツイキャスもやらんとなーとか思って。普通枠に戻してほしい。普通枠に戻してほしい。それは理由はコメントが荒れるからっていうことなのかな。なんでその普通枠がいいんだろう。なんか具体的な理由を言ってもらえると面白い。参考になるかな。なんかどっちが多数派なのか、どっちが主軸なのかっていうのが俺にとってはわからないから。どうなんだろう。アンチが湧くのが嫌なの？アンチが湧くのが嫌なの？
普通のリスナーさんからすると。アンチが湧くのが嫌だってことかな。狐がいい派が多いのか。アンケート取ってみようか、じゃあ。アンケート。どっちがいいかなっていう。アンケートを取ってみよう。普通の方がいい理由が知りたいかな。だからコメントだとさ、バイアスがかかっちゃうから分かんないんだよね。じゃあ、狐枠がいいのか、通常枠がいいのか、アンケートを出します。アンケート出題しました。どっちがいいんだろうね。俺もなんか、なんだろう、狐枠がいいのか、通常枠がいいのかっていうのは、あんまりわからないかな。そうなんだよ。普通枠だとコメントがないから、喋りようがないんだよね。聞いてんのか、何なのかがわかんないから。狐枠がいいのか、通常枠がいいのか書いて。さすがにさ、コメントがなかったら成立しないっていうのは配信者だとよくわかるはずなんだよ。別に俺、通常枠でコメントが走るんだったら全然いいけど。だから最近やってるのは、2時間おきに狐枠と通常枠を入れ替えるっていうことはやってるかな。まったり聞きたいんだ。ちなみに5号さんは、ちなみになんだけど、5号さんはコメントは書いてる人なの。通常枠で。で、ロムセンさんだったら、なんだろう、コメント欄を見なきゃいいだけじゃん。ラジオ放送にしてるんだったら。とは、俺は思うけど。狐がいいって言ってるのは自分語りしたいバカだけだよ。まあでも、その中でもコメントが拾える分には俺はありがたいかなとか思うんだよね。何なんだろうね。通常枠になると誰もコメント書かなくなるから、そこはね、ちょっとやりづらいとは思ってるんだよね。俺の中では。そう。だから俺としてはなんかコメントが走ってれば、全然放送が成り立ってればそれでいいなとは思ってるんだけど。そうそう。なんかコメントしづらくなる空気があるよね。今俺の配信にはさ。通常枠だと米かけない空気になっちゃってるから。何なんだろうな。俺もね、原因がよく分かってないんだよね。狐枠だと本心が言える。匿名でコメントしづらいっていうのはアンチだからほっとこう。まあ、それも一個の意見だよね。だから5号さんがね、コメント書いてる人なのか書いてない。でもコメント書いてる人、本当に一部の人だからな。隙あらば自分語りしたいで偏るよ。どうなんだろうね。だから、俺がニコ、あの、ふわっちにずっと言ってるのが、任意で狐にできるか、できないかを選べる仕組みにしてくれって言ってんの、ずっと。通常枠で、ニコ生とこれ同じ仕組みなんだけど、通常コメントと狐コメントを切り替えられるようにすんの。リスナーさんが選べるの。そしたらいいのにっていうのは思う。俺ニコ生だから、ニコ生はそういう仕組みなの。固定版コメントと通常コメント切り替えられるんだよね。狐枠は狐枠しかできない。通常枠は通常枠しかできないっていうのが、多分ね、狐はコメント書きやすいってなって、でも、固定版勢からすると、アンチうざいってなるでしょ。そう。ずっと言ってんだよ、もう。去年から。ずーっと言ってる。主の話と囲いさんのコメントがギャップがコメントしにくいな。ギャップ？囲いさんのコメントをギャップ？っていうか、俺の放送って囲いいるか？そもそも。そもそも囲いいるか？囲いってそんないない気がすんだけどね。囲いって誰かいる？俺の放送、囲いいないと思ってるけどな。囲い込みタイプっていうか。俺もね、ちょっとどう対処していいかわかんないんだよね。じゃあ、アンケートの結果出します。35名。アンケートの結果出します。35名ね。よいしょ。どちらの配信が好きですか？狐枠と通常枠いきます。アンケート終了します。ほら。
77% が狐枠の方がいいって言ってるわけでしょ。だから分かんないんだよね、大衆的な意見はこっちなんだよ。大衆派は狐枠の方がいいっていう、まあ2割のリスナーさんも大事にしないとなぁとは思ってるけど、ずっと見続けて見てるわけじゃない場合は狐の方が気が楽なんだよな。まあそうだろうね、多分プラッとコメント書きやすいっていうのはあるんだろうね。だからまあ交互にやっていくっていうのが正解なんだろうな。まあ割合としては7割ぐらいが狐枠で、たまに通常枠やるっていうのがいいのかもしれないね。まあ両方楽しいっていうね。両方楽しいっていうのはあると思うけど、俺はまあ別にどっちでも構わないっていう、正直楽しく放送できれば、俺としては別にリスナーさんからコメントもらうだけだから、コメントをいただくだけだから、そんなにね、別にあんまり気にならないんだよね。匿名文化に慣れてるからね。まあ俺は正直どっちでもいいっていう感じだから、いつも言ってるけど、放送が楽しくなったら勝ちだと思ってるからだと思うよ俺は。まあ気軽は気軽だよね。ブロックされても次枠来れるし、狐枠だったら、何書いても平気じゃんっていうノリの良さはあるかもしれないよね。まあその俺のことを好いてくれてる人はそれが嫌なんだろうけど、コメント打てないやつはアンチだから普通の枠がいい。多分5号さんって最近のふわっちリスナーさんなんだと思うんだよ。見てくれてる時点で嫌いな人なんか俺いないと思ってるのよ。本当に嫌いな人は見ないので、ファンチだと思ってるんだよね俺は。ここに来てくれて、ここでコメント書いてくれて、悪口は書くかもしんないけど、俺は本当に嫌いなようには見えないかな。結構その悪口書いて楽しんでるように見えるから、だからね、結構ね、肩の力抜いてみるといいよ。あ、バカだなっていう、バカな人いっぱいいるなと思って。俺は別に閲覧は欲しくないよ。ただコメントがなかったら喋れないから。そう、コメントがあるんだったら俺は構わないと思ってるね。嵐とアンチは別だっていうふうに思わないとね。俺はね、33歳っすね。33歳。来年34だね。匿名コメをさばけない配信者。ああ、まあ、ツイキャス勢は苦手な人多いよね。ああ、それ分かるかもしんないね。だから、ツイキャス、ふわっち系の人は、狐枠、あんまりやんないよね。ニコ生文化に強い人ほど、狐枠でも、狐枠の面白さみたいなものを提示できるっていうか。ああ、途中逃げ出したんだ。俺は全然、本当になんかどっちでもいいやって感じだね。そうそう、狐枠しないとエンジンがかからないんだよね、リスナーさんが。まあ7割っていう結果が出たから、まあ狐枠多めだな、うちは。そう、嵐アンチの違い。そう、今ね、アンチっていう言葉の中に嵐の要素が含まれてるんだよ。嵐とアンチは違うから。あとファンチの概念がなくなってきてるなと思う。ファンのアンチっていう、ファンチっていう存在があるんだけど、ファンチっていう言葉もなくなっちゃったし、概念もなくなっちゃったよね。俺はなんか本音で語り合ってるっていう感じじゃなくて、いつも普通にリスナーさんと普通に対応してる感じだから、リスナーさんが本音で書いてるかどうかだよね。俺はほら、普段からだってさ、これもう、じゃあ究極のこと言っていい、究極のこと言うけど、和道それだって言ってくれると思うんだよ、ここにいる人なら。コテハンも匿名だからね。固定ハンドルネームも匿名だから、
本名じゃないでしょ。そこにね気づいてない人が多いんだよね。でしょ、コテハンってそもそも匿名なんだよ。 Facebook それで、でしょ、これはみんなわかるでしょ。だけどコテハンは本名みたいな感覚になっちゃってんだよ。コテハンは本名っていう、うん、そう。だから なんだろうっていう、そのキツネっていう仕組みができちゃって匿名じゃないような気がしてるけど、通常枠も匿名枠なんだよあれ、うん、何なんだろうね。ただふわっちにキツネ枠向いてない理由はたった一つだけあって、もうこれは間違いないっていうのがあるの。それは花火を投げる人、アイテムを投げる人って、この人私が応援してますよって自己顕示欲が強いリスナーさんが投げる場合もあるから。そうじゃなくて純粋に応援してくれる人もいるよ。俺の和道の雑談、和道の活動を支援するんだよっていう意味で別に匿名で花火投げる人もいるけど、あの私は花火師ですとかっていうパターンもあるじゃん。私はこの人応援してますっていう、私を見てっていう花火もあるから、1割ぐらい少数だけどあるじゃん。そうそう、だからなんだろう、こうホストクラブでいうシャンパンコールってやつ、要は周りのお客さんに私がこの子を呼んでるのよ、シャンパン入れるのよ、この子一番は私よっていう、そういう部分もあるじゃん正直。だからそういう場合だとキツネっていうのは無効だよね。要は単純に応援して、じゃあ だったらこっちの方がいいじゃん。だってここで花火投げてくれる人、ここでアイテム、キツネ枠でアイテム投げてくれるっていうことは純粋に俺の、要は自分のためじゃなくてってことじゃん。ねえ、そういうことだよね。うん、よくよく考えたら。ねえ、そうそう、目立ちたくて投げてる人もいるからね。うん、俺は解放は嘘つきではないと思うよ。解放は嘘つきではなくて、なんだろう。なんだろうな。嘘つきではないんじゃないかな。ただ、隠すっていうのはダメなのかなと思ってるね。俺はリスナー大事にしていきたいよ。うん。俺はリスナー大事にしていきたいよ。だけど、5号さんの言ってることって、ここにいる88人がリスナーじゃないって言ってるように聞こえるよ。俺はここにいる全員がリスナーだと思ってるよ、5号さん。マジで。うん。ここにいる全員、俺の枠に来た瞬間に、どんだけ大手配信者でも、俺はリスナーとして対応するよ。一人のお客さん、一人のゲスト。うん。歌も楽しかったね。ステーキがめちゃめちゃうまかった。で、俺は思うけどね。いや全然名乗ってもいいけど、名乗らなくていいんじゃん。だから5号さんがキツネね、なんで辞めたいのかっていうね。あ、そうなんだ。カズ軍曹今アンチコメントすごいんだ。あ、知らなかった。全然キツネでアンチが湧くのにそこまでして閲覧が欲しい。お、あのさっきから言ってるけども、俺は別に閲覧は本当に気にしてない、気にしてないよ。5号さん全く気にしてない。正直最近40人まで落ちてきたり、30人とか40人になってきたけど、俺は平気、全然平気。ただコメントないのが辛いのよ。喋る相手がいないのと一緒だから。要はね、100だろうが1000だろうが1万あろうが、同時閲覧が誰もコメント書かなかったら、俺からしたらいるのかいないのか分かんないからでしょ。うん。え、テルが和道に謝ってた。なんでなんでなんで、俺テルから何にもないよ。なんで謝ってたんだろう、うん、そういうこと、そういうこと。俺は閲覧を増やしたいわけじゃないの。コメントがなくなるのが、やっぱニコ生ってコメントの数字ありきだから、ランキングの順位って閲覧順じゃなかったの。コメントありきだから、そう、米が欲しいの。そう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 。でもさ、ぶっちゃけアンチも含めて、キツネ枠だからアンチいっぱいいると思うんだけど、俺が喋ってないと見てて虚しくなるでしょ。ならない？コメント書きづらいはわかるんだけど、誰かコメント書いてやれよって。そんなさ、100人で黙ってて、和道も黙ってて、聞きづれえわって思わない？なるでしょ。だからそのそれはあると思うんだよね俺。そのなんだろう、喋ってくれよ和道っていうのはあるでしょ、あるでしょ。
だから狐の時は聞きやすいっていうか、コメント書きやすいっていう部分あるんだと思うんだよ。別に5号が悪いとかいいとかっていう話じゃないよ、5号さんの意見が。だってコメントなかったら交流じゃないじゃん。だってさ、ずーっと話しかけてさ、2時間話しかけて100人の客が無視してたら、これ配信じゃないもん。俺は配信がやりたいんだもん。配信が。30分米なし配信は、タヌキめっちゃ盛り上がってた。まあ、タヌキは本当のアンチだから、喋ってないとは面白くないよね、聞いてる側、ロムセンさんも含めて。っていうかね、うちはね、多分ね、ロムセンが多いんだよ。ラジオ代わりに聞いてる人が多いの。だから、基本コテハンでコメント書きたくない人なんだよ。多分なんだけど。だけど、狐枠だとみんなが書いてるからっていうことで書きやすいんだと思う。俺、ニコ生の時もそれ言われたもん。和道の配信はロムセンが多すぎるっていう。いや、みまさんとは俺直接連絡取ってない。みまさんの間に人がいるから。まあ俺も動くけど、みまさんと直接のやり取りはしてない。あ、残り3分なんで応援してくれる人、延長するんでアイテムお願いします。皆さんお気持ちでいいんで、3分間。こっちの方がいいでしょ？普段アイテムが飛んで話が途切れてね、ぐだるよりも、残り3分でアイテムくださいって言った方がよくない？どう？これ、ツイキャスのシステムパクってるんだけど。いいね、ありがとう。8号さん、ハートありがとう。ありがとうございます。バカありがとう、匿名さん。フォロワーじゃないとブロック、アドバイスしてもブロック、上から目線のブロックしてた頃が懐かしい。まあ、全ブロックだよね。風船ありがとうございます。多分ね、やっぱりね、放送とは何なのかって言ったら、やっぱりね、花火くださいって言ってないのに、こじきこじきっていう風に言われるのって、喋ってないからなんだよ。いや、あ、メリハリがすごい大事だと思うんだよね。三松さんにもっと近づいてった方がいいよ。あ、でも、あんまグイ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 言ってもしょうがない。俺は、なんでやろう。人との出会いって運命ってあると思ってんの。最終的に合う合わないだから。だから、三松さんと僕にご縁があったら長い付き合いになるし、人間だから隠すことって無理なのよ。そうじゃなくて、なんかこう、長い付き合いをするんだったら、その、なんつうの、自分の感覚、これね、年取ってくると分かるよ。あんまりガツ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 しても、こいつ裏があるんじゃないかなとか、こいつ俺のこと利用してるんじゃないかなっていう感じでダメになる。アイテムありがとう、15さん。時系列的には、アイテムタイムをツイキャスがパクったんだよ。ああ、じゃあ俺が先だったってことか。俺がやってたアイテムタイムが。まあでも、ツイキャスの運営さんが俺の配信見てるとは思えないよな。いや、まあでも、5号さんの意見も一つの意見だから、5号さんもリスナーだし、全員リスナーさんだから、俺にとっては大事なさ。でも、そう思ってるっていう人がいるっていうのは、俺は忘れないよ。自分の意見を大事にするけど。じゃあ、延長します。狐だと荒れる時もある。だが今のように平和な時もある。まあまあ、その狐イコールアンチコメントしか書かないっていうわけでは俺はないと思う。ありがとう、45号さん。アイテム投げる時はね、延長の時にお願いします。よろしくお願いします。なんだろう、コメント書けないの。和道リスナーであることが恥ずかしいってことですか？和道リスナーであることが恥ずかしい。どういうことだろう。なんか和道もトゲが一時期落ち着いて面白くなったよ。よく丸くなった丸くなったって言われるんだけど、これ、今ちょうど3倍目ヒカルくんに心理的に怒ってることだと思うんだけど、27、28、29の20代の配信と、30超えてからの配信は変わるよ。これはね、配信スタイルが変わったとかいう問題じゃなくて、完全に年齢的な問題。完全に年齢の問題。だってさ、例えばさ、若い配信者で、ぐりぐりごいごい、例えばカズ軍曹がいいか。カズ軍曹が30超えてて、今と同じスタイルやってたらおかしいと思わない？
そう、多分ね、年齢的な問題なんだよ。で、みんなが面白いとか、やれやれっていうのってさ、あれ28とかなんだよ、俺が。やっぱりね、俺も年取るよ。年とともに変わっていく。ふわっちの配信者はメンタル弱い人多いから、キツネでアンチコメでやられちゃう人多いから、キツネ嫌い多いよね。っていうかね、多分どうコミュニケーションを取っていいのか分かんないんだと思う。で、ニコ生で言うところの、最初言われてたツイキャスのコメントは気持ち悪いって言われてたの。囲われすぎてて、キャーキャー言ってて。だから、急にトゲがあるように見えるんだと思うの。キツネ枠はアンチに見えるんだと思う。俺からするとキツネ枠が通常なの。別に叩かれてるとかいうふうに思わなくて、もちろん叩かれる時もあるんだけど、叩かれる傾向に流れやすいんだけど、ただ言いたいことを言ってるだけっていう感覚。そう。要は、なんだろう、好きなこと書きまくってるだけだと思ってて、別に叩いてる。でもね、俺は5号さんに感謝したいんだけど、5号さんはそれだけ俺のことよく思ってくれてるっていう。だけど、5号さんこれだけは言わせて。5号さんが俺のこと愛してくれてるのはすごく伝わったから。でもね、5号さん、あなたの考え方はいずれ僕のアンチになりますよ。もう5号さんのコメント読んでて俺は思った。長い付き合いをするんだったら、フラットに見てほしい。5号さんは、囲いとアンチ寄りになる。要は、匿名じゃないとコメントできない。そんなやつは俺のファンじゃないと和道さんが言ってたんですよ。5号さんはもっとフラットに肩の力を抜いてみた方がいいと思う。囲いとアンチは紙一重だから。ちょっと灰皿捨ててきます。いや、アンチと囲いってこういうことだから。狐25号さん裏返しよ。狐44号さんアンチが生まれる貴重な瞬間。狐11号さん5号、もっと広い目で見よ。自分のコメントに責任持てないやつは俺のリスナーとしていらないからって和道さんが言ってたんですよ。キツネ49号さんこんばんにゃ。キツネ50号さん5号教育枠。キツネ25号さん応援してるのに応援してないよ。 W 無課金リスナーだけどわら。キツネ4号さんアンチが現れたら5号風道を守ってあげるんだ。真面目なのもいいが息抜きも必要だぞ。狐10号さん枠ごとに言ってることなんてリセットだよ。サザエさんと同じよ。狐20号さんすでにややアンチわら。狐8号さん思い入れが深ければいつか憎むよ。信じるから裏切られるネットなんて。要はね、19号さん5号さん人は変わるんだよ。ちょっとコーヒー買ってくる18わ。号さコんーヒー5買っ号てきて怖いい？い。ごめんね。狐25号さんダーカーラーはどうも生きてるから考え変わるんだよ。 W そんな好きなら思考の変化にもついていってやれよわら。狐19号さん行ってらっしゃい。狐25号さんのんちゃんに頼もわら。狐4号さん砂糖入りは避けるんだぞ。和道わら。狐27号さん配信者なんて毎日言うこと変わるもんだぞ。狐19号さんのんちゃん起こさないで。狐32号さん和道自体が自分の言葉に責任持たないぞ。 W 企画とかで。狐8号さん多分ゴガウさんは真面目なんだろうね。狐25号さん玄関まで激近くわら。狐20号さん真剣に見すぎわら。狐5号さん俺はブレないっては道さん言ってたもん。狐34号さん真面目そう。狐19号さんここ玄関前。狐20
25号さんもはやここが玄関機。キツネ2号さん、てか真面目に聞くなよ、明日には逆のこと言ってんだから、こいつは。キツネ51号さん、まず和道を信用しすぎ。キツネ27号さん、ブレないって言ってブレるのが配信者。キツネ53号さん、あれ、いないの。キツネ8号さん、いや、てか和道はブレブレで有名だよ、www。キツネ50号さん、ネタばっかやぞ、カズミチは。キツネ32号さん、どれだけ企画を投げ出したかわら。キツネ19号さん、主いないのに米が飛んでます。キツネ4号さん、5号のことかばってくれるキツネが多いだろう。人間全員悪い奴らばかりじゃないってことだ。5号、人間の本心を信じろ。キツネ34号さん、そうそう、ネタもあるからわら。キツネ54号さん、なんで赤いの。俺ね、すごいね、思ってることがあって、俺今日気づいた。もうね、配信がアンダーグラウンド終わった。要はね、オタクの文化は終わったんだっていうこと、サブカルの文化が終わったんだっていうことはすごく残念。要はね、テルチャンピンとかツイキャスのお客さんたちを見たときに、昔のオタクの人とかおっさんとかコミュ障の人とか来てるんじゃなくて、なんかリア充の人ばっかりだったの。服とかもおしゃれだし、お金もなんかこうお金持ちだし、服とかもわかるじゃん、身なりで。ジーパンが5万以上するとかさ。俺やっと気づいたね。あ、もう一般層が入ってきたんだっていう。で、昔のオタクたちはもういなくなっちゃったんだと思って、すげえ悲しいなと思って。なんかね、ほらオタク寄りの配信をしてきたけど、あ、もうその人たちってほとんど生き残ってない、気づいた。だからキャピキャピしてたリア充だったりとか。俺だってさ、配信者の写真を見てたよ。俺ほらニコ生出身でしょ。ニコ生出身の配信者からすると、もう配信者も服が変わってるんだって。もうこれさ、わかる？街で楽しんでて人生を、なんかニコニコしてる人たちじゃない。だから俺からすると、なんていうのかな、一般の陽キャなんだよ。陽キャ。そう、住み分けが始まるっていうかね、多分ね、ネット原住民の人がどこに行くんだろうっていう、そう、そこで俺は活動をしないとダメだっていう危機感がある。要はふわっちでいくらやっても、あそこのお客さんが俺の話面白いとか、いいよとかなるような気がしない。なんかね、そう、時代が変わって俺が対応できてないんだっていうことに気がついた。ここ2、3年っていうか。そう、本当にトム・ソーヤ池上がシュプリームを着ないと対応できない時代が来たんだっていう。俺は今あるニーズに寄せるんじゃなくて、多分無理、掘り起こしていきたい。要は昔のその自分のスタイルと噛み合ってる人たちに集まるっていうコアなコンテンツに切り替えていきたい。コアなコンテンツ。いや、だって俺らそうじゃないの？俺の客層ってさ、そうじゃないの？だから自分のしっかりとしたお客さんを掴んでいかないと。そう、隙間産業で俺は生き残って、だって俺がさ、メインストリームに行くわけないじゃん。俺一般層に受けると思ってないもん。明らかにさ、なんだろう、超コアなコンテンツだと思ってて。だから潜在的なニーズが3万人、フォロワー数で言っても。日本中に振り切るぐらいの知名度になったとしても、3万人しかフォロワーされないとか、そういうレベルの人間だと思ってるから。だから、新しい風は吹いてるのはいいことなんだけど、正直今その自分の居場所がなくなってきてるっていうか。そう、偽っても続かないから。そう、自分が求められてるところに流れていかないといけないのかなっていう。お前、俺がシュプリーム着ると思う？俺ルイ・ヴィトン大嫌いなんだよ。あ、じゃあ俺もうシュプリームとかルイ・ヴィトンとか、なんだろう、ディーゼルのジーパンとか履き始めたら終わりだと思ってる。終わり終わり。
もう続かないよ。っていうかもう魂売ったなと思ってくれていいよ。あ、もう和道の配信は終わったんだって思っていい。別の何かが始まったんだっていう。俺はこのスタイルでやっていきたいけどな。俺はなんかこうまったりさ、自分と似た考えのしてる人とか、自分と同じ考えのしてる人たちとやっていきたいけどね。いや、クロムハーツとか無理だよ。無理無理無理。そうそう、だから人数を増やしたいわけじゃなくて、コアにコアに、そう、独特の世界観があるような放送。いや、和道リスナーってほんとぶっ飛んでるよねっていう、なんか独特だよねっていう空気を作っていきたいかな。あ、ワン太郎イケメンだね、本当に。ワン太郎イケメンだね。いや、すごかったね。よっさんの忘年会でちなみさんが十何万円もらったから、多分ちなみさんだけで俺に20万投げてるぜ。うん、一応配信で稼いでるんですね。一応っていうレベルですね、僕は。メインストリームじゃないですよ。ギリギリなんとかリスナーさんに食わせてもらってるっていう、そういうレベル。胸張ってこれですごい大成功してますみたいな感じではない。ギリギリ本当に。俺ね、あとリナ猫見て思ったんだけど、リナ猫の写真今日加工してて、リナ猫の顔ずっと見てて思ったんだけど、俺リナ猫が誰か分かった。女性芸能人でリナ猫に似てるって、もうみんな納得するよこれ。やっと分かった。なんかこのポジションだな、なんかこのキャラクターだ、もやっとしてたんだけど、あれ誰だっけ誰だっけと思ったんだけど、上沼恵美子。そう、リナ猫は上沼恵美子なんだよ。本当に、あ、上沼恵美子だって思った。うん、いや、やっと気づいた。うん、やっと気づいた。あ、僕ね、貧乏だったんですよ。生活保護だったんですよ。だから彼女とラブホテルに行けなかったんですね。だから部屋をラブホテルみたいにしたくてしたくて憧れてたんですよ、ラブホに行くのが。だからやっと夢が叶ったんですよ、ラブホに行きたいっていう。部屋をラブホみたいにしたんですね。だからトラウマ、貧乏だったトラウマがこの部屋を生み出しましたね。うん、そう、お金がなかったんですよ。うん、沼田さんはかっこいいけどね。沼田さん無事切れてたよ。なんか沼田さんがステージからこうやってタバコ吸うところに来て、すげえ腹立つわって言って、え、どうしたんすかって、沼田さんどうしたんすかって言ったら、なんか歌い終わって帰る時に太ったババアにちっさって言われた、小声でちっさって言われた。背低いの沼津さんって。何、なんか俺聞こえるか聞こえないかギリギリぐらいで、ちっさって言われたんすよつって、めちゃめちゃショック受けてたよ。めちゃめちゃ怒ってたよ。なんなんあのババアって。いや、ババアはほんとさ、そういうとこあるよね。ババアってデリカシーないよね。いや、きついよね本当に。いや、あれは沼津さんかっこいいよ。だけどね、ちょっとね、それはねえだろう、いくらなんでも。うん、新年会のメンバーで入ってんのマジで新年会もあんの、よっさんの。まあ行きます行きます全然。うん、いや、何なんだろうね。じゃあ今日あれだよ、俺さっきも話したんだけど、俺ババアにオフパコ誘われたんだよ。でババアがもうずっと、いや、ババア帰らねえなってビップルームからみんなで言ってたの。あのババア帰らねえなっつって、出待ちしてんだろうっつって。で、そのババアのところ行って、もうリスナーさんは出ないとダメなんですよって俺説明したの。まあ、ちょっとこの中では一番過疎だから俺動かないとと思って。そしたら和道くんっつって腕掴んで、和道くん和道くんっつって二次会行こうよっつって、もうずっと腕組まれて、いや、もうとりあえず出ましょうっつってエレベーターの前に行ったのよ。そしたら和道くん、オフパコしよう、オフパコしよう、誰にも言わないからって言ってたんだけど、目の前にテルチャンピンとヒカルくんとアキラッパとシュマジロウがもうガン見してんの。
誰にも言わないからオフパコしよう、内緒にするからって言ってんだけど、そしたらヒカルくんが俺の目見て、わーさん何も聞いてねえっすって言ったのいや聞いてるでしょと思って、ね、行こうよ和野さんオフパコっつって、ババアに好かれるんだよ、和野さん何も聞いてないですから大丈夫っすよっつってヒカルくんの男気、うん、すげえよな本当に。見てくるなんか綺麗なおばちゃんだね、可愛らしいおばちゃんだったね、うん、おばちゃんおばちゃんだって、俺のことをね、和野さんオフパコ1回だけっていうのはおばちゃんだよ、うん、おばちゃんですよ、周りが見えないエロババア、ベロンベロンに酔っ払ってたけどね、うん、そう面白かった。ヒカルくんは優しいからね、うん、まあまあまあ面白いなっていうね、もうネタにさせていただきますよ、うん、板ババアではない何歳ぐらいだろう、何歳か分かんないけど確実に38から42ぐらい、35は超えてると思うよ、38から42ぐらいの小綺麗な可愛らしいババアに口説かれた、うん、いや何なんだろうね、俺ババアに昔からモテるのよ、そうオフパコしたことあるの、次のコメントいきましょう、うん、板ババアって伊達政宗に似てるの俺はまあババア好きだから全然いいんだけど、のりこがいなかったら全然オフパコしてあげてもいいよかったんだけど、のりこ裏切りたくないじゃん、ヒカルくんはまあ空気を抜群に読める、配信会で多分一番抜群に読めるんじゃないの、そのなんかこう人を優しいというか、うん、のりこが好きなのよ俺は単純に、のりこが好きなの。和藤さんの中で、あのね、恋愛対象でいい、ババアかどうかじゃなくて恋愛対象で言ったら27歳以上、27歳以下の女の人っていうのは俺からしたら小娘なの、あの幼稚園児みたいなもんで、もう盛りがついた猫みたいなもんだと思ってるから面白くないのよ、価値観も合わないし、だって27以下の女が俺の話を理解してると思えないもんでしょ、もっとなんつうのかっこいい人に好かれてるはずだし、もっとなんだろう仕事がバリバリできたりイケメンだったりとかミュージシャンとか追っかけてる時期なのよ、俺はそういう盛りのついた猫みたいなの嫌いなの、子供産んで子供3人産んだり離婚したり離婚2回ぐらいしたり、なんかもう精神疾患抱えててとか、もうそういうなんかコアな人が好きなのよ、単純にコアな人が好きなの、うん、本当に廃品回収とかやめてくんない、廃品回収とか俺は単純にそういうなんかその一回男も知り尽くしたり落ち着いて、でその上でいろんな男遊びもした上で和道さんセクシーって言ってもらえたら光栄なのよ、要は本質の良さっていうか、うん、その本当の良さっていうか、メンヘラ好きだね、正直言うとメンヘラは好き、ああだからユーズドだね、中古品だね、悪く言ったら味のある、だから俺女性とかでもシワとかシミとかそばかすがあった方が好きなのよ、笑いじわがあったり、うん、そうババアはいろんなこと知ってるから、それはセックスだけじゃなくて俺にとってはセックスって重要なことじゃないから、ただコミュニケーションのなんだろう表現の一つだと思ってて、そうじゃなくてそのなんていうのかな、関係を楽しむっていうのかな、その人となりとの人間と付き合い方距離感を楽しむっていうのかな、そういうのがねできないのね、ヴィンテージって言おうか今度からね、うん、メンヘラの執着が異常で怖い、あまあまあだからメンヘラなんだからね、うん、そうそうそう、うん、あーチンコ見ちゃったからなっていうのは男、本当にいい男と付き合ったことないからね、俺チンコこんなのだけど、チンコ 11.2 センチだけど、セックスで俺のことディスるやついないもんでしょ、だから俺スキャンダルにならないんだよ、で付き合っても長いでしょ、満足させてるからなんだよ、
俺正直言うよ、あの本当に全く男性関係10人ぐらいある女の人でね、セックスで1回も行ったことないっていう人とか全然行かせるよ。全然余裕余裕、俺は全然余裕なの。そう、チンチンかわいいよ本当に、チンチンかわいいよ、うん、本当に。だからこれはね、ダーウィンの進化論的に言わせればね、欠点から長所が生まれるんだよ。わかる？チンコが小さいという欠点が俺をテクニシャンにしたの。ピンクミニローターって言わないでください。ピンクミニローターってやめて。次役は普通枠だよ。うん。ゴゴさん、ありがとう。バドウさんはマグロ。まあでもね、俺とセックスした女の人はね、ペラらないから。今日穏やかだね、すごい。あのね、違うんだよ。あの、俺ね、男の人でね、セックスの話をした時、俺すごい、俺はでかい、俺は太い、俺は速い、いや動くのがね、俺は回数がすごい。あのね、これね、女の人からするとまるで間違ってるの。そう、あのでかいとか回数動くのがすごい細かいとか、もう手間がどうとかじゃダメなの。セックスってここですんのよ。セックスってここでするから、そう、いかに変性意識を作るかなの。いかにもう何されてるのか分かんない状態を作るかだから、そう、もう女の人からすると、あ、セックス下手だなっていう男の典型例。そうっていうか男の人もそうなんだよ。そう、うん、そう、サイズ自慢と回数自慢は本当に下手。そう、脳でするんだよ、脳で。そう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 、雰囲気だから。俺はよく言ってるのが、出会った瞬間からセックスは始まってるんだよっていうことを言ってるね。もう出会った瞬間に俺は、だからベッドインからがセックスじゃないんだよ。もう男と女が出会った瞬間からセックスは始まってるんだよ。イケメンはね、あの女に困ってないから、いつでも誰でもやれるから。だからね、結構ね、淡白だよイケメンのセックスは。要はよりディープにだよね、より深くだよね、うん、だから頭がとろけたことないんだろうね、多分そういう女性は、うん、どの段階で活かせるの。もうね、浅い。だから7つ、みんなね、一般的に言われてるのは生き方って3種類あるとか AV 男優とか言ってるけど、俺からしたら甘い。俺からすると、行くって7種類、7段階あるので、俺は6番目にしか体験させてあげられないよって言ってんの。なんでかって言ったら、7番目はもう君はこの世にいないからって。それでもいいのって。で、そのみんなが言ってる3段階っていうのは、俺からしたら下の3番、うん、俺はもうすごいよ、うん、気づいたら朝だから、うん、気づいたら鳥が鳴いてるからね。カーテンの隙間から日差しが入って、それで目覚めるから。4段階目だから、なんだろう、なんだろうね、ああ枕言葉でね、粗末なチンコではございますがってあ、そうだね、そうしよう、うん、お粗末なチンコではございますけれども、僕が思うにセックスは7段階あると思ってるんですよ、うん、特
名じゃないと話せない人を相手にするのは時間の無駄。でも五号さんのコメントを拾ってる時点で時間の無駄をしてるんだよ俺は。でしょ。だって五号さん匿名の狐枠でコメント書いてて俺拾ってるじゃん。で五号さんのコメントを一番拾ってってるわけでしょ。自己矛盾じゃない？自己矛盾。そういうふうに思うけどな。何をそんなにそのこだわってるのかがちょっと見えないかな俺は、うん、こんな話だと匿名の方がコメントしやすい。まあね、配信者の人もいるだろうし、なんかね、女性配信者がね、そこでそうだそうだって言ってたらねおいどうなってんだってなるもんね、自分のフォロワーさんにね。っていうかね、あのね、同業が多いのよ、うちのリスナーって。あの石川紀之さんもコメント書いてるって言ってたよ。石川紀之さんも和道の放送コメント書いてるよって。だからあのなんだっけ、この前言われたもん、こう何枠やってたろうって、あれこれ書いたの俺だとか。今日もなんか言われてたな、ヒカルくんに言われた、キツネ枠の時コメント書いてるって、うん、でもさ、ヒカルくんとか石川紀之さんが通常枠でコメント書けないよ、やっぱり大御所すぎるんだもん。だからファンがコアなんだよ、うん。俺自分イケメンだと思ってないよ。イケメンだと思ってない。あ、延長するんでアイテムお願いします。延長します。アイテムよろしくお願いします。お気持ちで結構ですので、面白いなとか応援したいなと思う人はアイテムよろしくお願いします。あ、ヒカルくんなんだ、74号さん。ヒカルくん今飲み会行ってるんじゃないかな。いいね、ありがとう。KP ありがとう。30分にね、一回、あの、アイテムタイムを設けようと。ヒカルくん男だよね、うん、オーナメントで十分。オーナメントじゃ飯は食えないよ。延長代もお金かかるんだから、お気持ちでいいから、10円でも100円でもいいからお気持ち置いていって、うん。和道さんは無責任な発言をうつリスナーに嫌気がさしてふわっちに来たのに、え、来たの。匿名じゃないとコメント打てないリスナーは去りなさい。いいね、ありがとう。キツネちゃんありがとう。バカありがとう、72号さん。うん。いや、5号さんはあれじゃない？通常枠で投げてる人なんじゃないの？うん。まあ、いろんな人がいるよ。やっぱり100人、130人集まってるわけだから、いろんな意見があってさ。で、全員の、配信者っていうのは全員の意見聞いてあげたいよ。俺だって。でも100人以上人が集まったらさ、やっぱりさ、もうそこにはルールっていうかさ、ある程度妥協しないといけない部分出てくるんだよ。俺は全員に本当に願い叶えてあげたいけど無理だもん。 100通りの意見があって、どの中でそれが100人が楽しむベストなのかっていうのを考えていかないと。でしょ、うん。午後はトム池、トム池は俺の放送多分見ないと思うけど、うん、通常枠でも匿名だよね、うん、本当にそう。あ、延長します、アイテムお願いします、延長します。皆さんありがとうございます、延長代、うん。まあまあまあ、そう言わないでよ、かわいそうなやつとは。多分俺に対する愛情が深いんだよ、うん。5号はニンニ、いやニンニじゃないと思う。俺のことサンって言わない、ニンニは。あー、いやサンって言うけど、違う、和道氏って言うの、宇治っていう漢字を使うの、徹底して昔から。どんな状況下であれニンニは和道氏って言うのだから絶対違う、5号はニンニじゃない。でニンニはキャラ崩さないから、キツネ枠でも、うん、だからまだ甘いよ。ニンニは和道氏、和道氏言うから、うん。まあまあ、でもまあしょうがないじゃん、どう思ってるのか。見てくれてるだけで俺は嬉しいから、見てもらって感謝だから、うん。電車男時代のオタクやんけ。あ、だからもうそのレベルよ、そのレベル。うちはネット古い人が多いから、逆に言ったら一般層に受けないっていうのはちょっと寂しいところだよね、うん。ディスじゃなくて発達障害とかの検査してみたらいいのに、生き方が楽になるのでは。俺検査終わってるよ。 ADHD とアスペルガーの併発型だよ俺は。
ありがとう、匿名さん。そうそう、歌うまオツでした。のりちゃんに負けちゃったけど、相変わらず良い歌声でした。ありがとうございます、花火。いただきます。石川紀之さんに負けたっていうのがいいよね。対戦相手、直樹兄さんだったんだけど、直樹兄さんに負けたわけじゃなくて、紀之さんに負けただけだっていう、このね、いいよね。香ばしいよね。ありがとうございます。アンチ枠だろ。何がアンチなんだろうね。俺は何だろう、関心がない人が一番の敵だと思ってるけどな。嫌いだとしても見てくれた時点で俺からしたら何だろう、ありがたいことだとは思ってるけど、うん、裏っ引きについてどう思いますか。俺ね、今までふわっちポイントだけと YouTube の広告とステッカーの3種類だけを収入ポイントにしてたんだけど、最近 Amazon ギフト券受け取るようになった。銀行口座は開設してないんだけど、Amazon ギフト券も受け取るようになった。欲しいものリストにね、Amazon ギフト券とか公開したりとか、あとコンビニエンスストアで1000円買って相場で削るの、カードを。そうすると番号が出るから、番号をそのままメールで送ってくれて、ワード1000円分の甘ギフだから、なんか機材とか食費とかに足しにしてって言ってくれる人はありがたく受け取るようになったかな。まあまあまあ、でもどうなんだろう、綺麗にやった方がいいとは思うよ、うん、綺麗にやった方が。意見はっきりしてるね、うん、忘年会で初めてワードをした。 ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。もしよかったらフォローしていってください。ADHD 意外、いろんな意味で賢いだけだと思ってた。どんな症状あんの？俺ね、結構揺れてるよ。下半身ずっと貧乏ゆすりしてるし、よくなんかね、こうやってトン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 とかね、なんかこう、ずっと動いてたりとか、細かくしてるよ。だから、そわ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 してるよ。あと、なんだろう。やっぱ注意散漫なのと、人が多いところだと、苦手かな。今日みたいに人が多いところだと置物とかすね、多動多動。でも多動はだいぶ抑えられてるんだよ。昔もそわ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 してたんだけど、体に出ない多動もあるから脳の思考がわちゃ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 してるの。そう、パーキンソンとは違う。パーキンソン病はもう本当の病気だから、精神病じゃないから。あれはパーキンソンは全然違う病気。ネットはね、やっぱりね、インターネットはスルースキルがないと多分ね、やりづらいツールなんだなと思う。なんかね、一個一個の全てのネットに書かれてる事象みたいなものをダイレクトに受け止めてると減らるし炎上すると思うな。だから、ああこういう人もいるんだとか、バカだなとか、なんかスルーできる人の方が SNS は向いてる気がすんだよね。筋肉、そうそう、神経伝達ができなくなっていくんだよね。まあ、だから、なんだろう、配信者も配信者でいろんな考え方があって、リスナーさんにもいろんな考え方があって、で、どれが正しいっていうこと、集団行動、まるで苦手だよ。集団行動は全然できないっすね。例えば俺小学校の時本当に怖いって思ったのが、生まれて初めて全校集会で右向け、右ザッて全員が右向いた時に、もうこの世のものとは思えない。なんか差別をされてるっていう感覚だったね。なんか何も考えてない、なんか怖いことをされてるっていうか。で、先生も先生で何も考えてない。そう、右向け右って言った方が北朝鮮かよって思うよね、本当に。あれはなんか先進国でやってんの日本ぐらいじゃないの、ああいうこと。これは怖いと思いますね。はい、こんにちは、83号さん。うん。83号さん、マナー守った方がいいっすよ。うん。パトラッシュ、ネット向きヨッサン、ネット向きじゃないパトラッシュさん。ああ、パトラッシュさんはまあ、もともとネット民じゃないとは思いますけどね。うん、もともとは。うん。
内容がない、うん、ゲバラの革命の国もっと怖い条例だって。なんだゲバラは共産主義でしょ。だから共産主義的な発想なんじゃないの。その割に日本人のダンスは揃わないのはなぜなんだ。ダンスの感覚とは違うでしょ。リズム感があるのかないのかっていう話だから。それはリズム感があるのかないのかっていう。だから運動神経の問題なんじゃないのそれは。女の恋愛相談ってなんで長いの。女の人は結論を求めてないから、ただ話聞いてもらいたいだけだから。あの男の人ってその問題を解決してあげようと思って、そこが原因だよとかこうした方がいいよって話になるけど、女の子が求めてんのって、うーんそうだよね、辛かったよね、大丈夫だよって、君は綺麗だよって言ってもらいたいだけなの。だから吐き出して受け止めてくれる人が欲しいだけなの。その自分のモヤモヤとか気持ちとかを。だから次の日に吐き出し終わったら忘れてるから。だから男の人って原因を追求したりとか、どこに原因があって、どこにどういう結果になるのかっていうことだから、女の人はそれを求めてないと思う。うん、うん、そうだよねって。辛いよねって。悲しいよねって。大丈夫だよって。ただそれだけを言ってもらいたい。こんばんは。映画の制作には資金提供は受けていますか。いますね。はい。リズム感のない人はドラム無理。まあそうだね。リズム感オンリーの楽器だからね。もし映画制作に資金提供を受けて映画を完成させないのであれば犯罪になるのでは。ああ、まあそうでしょうね。はい。言い方もキモい。ただの人格否定じゃねえか、うん、ただキモいと思ってるだけでしょそれ、うん、最近ギター弾かないね。うん、ニーズがないからな、ギターを弾くっていうことに、うん、ギターを弾くっていうことにニーズが全くないんだ、うん、残念ながら。ドラムやってましたね。ドラム身長はね170ですね。僕は170ジャストです。まあチビっすね。ドラム叩きに行こうぜ。この前ドラム叩きましたよ僕。紅叩いてすげーってなりましたよ。うわー、こんな紅叩けるふわっちの配信者いるんだみたいな、うん、紅すごい好評だったけどな。めちゃめちゃ好評でしたね、うん、紅見逃しました。またお願いします。多分タイムシフトに残ってんじゃないの、くれない。俺の放送のタイムシフトに。多分残ってると思うよ。くれない。残ってないのかな。多分残、あ、あるじゃん。ドラム配信残ってる残ってる。多分ね、後で見たらこれ、見れると思うよ。くれない。叩いてるところ。叩いてるね、うんうん、耳コピだね、うん、耳コピ。あとでタイムシフト見てみるといいよ、うん、シルバーは、うん、今忙しくてできてないねちょっと。ただ俺は諦めてないよ。俺は諦めてない。まあなんだろうやりたいことやりますよ。やりたいことやります。
前にはもう全部食べちゃったね。和道さんは配信をやり遂げてる。まあ6年やり遂げてるっていうか、なんかね、俺ね、やり遂げるっていうこと何かある？みんなの中に。別に終わりなんか死ぬ時以外ないと思ってるので、何かを僕はやり遂げましたっていう人、俺は信用できないかな。ただ毎日毎日やりたいこととかを積み重ねてるだけであって、何かやり遂げたことある？みんなって。逆に質問したいけど、俺はないよ。毎日をただやりたいことを積み重ねていくだけだと思ってるんだけど、死んだ時に人が言うことでしょ、やり遂げるとかって。だから俺にやり遂げたことあんのっていう人は、あなたは何かあんのって思うけど、俺はない、うん、俺はない。っていうかさ、資格とかあるだろうって言ってるけど、資格は取ったのスタートラインであって、別にやり遂げたわけじゃないでしょ。資格を取ってから何をやるのかが重要であって、うん、自分にアンチが多い理由分かりますか？分かりません、うん、目標を達成しないから、うん、あ、俺はなんか一個のことをやるんじゃなくて、毎日毎日やりたいことをやり続けて生きていきたいかな。俺はそのやりたいことをやっていく、うん、なんか一個のことができないからこういう生き方してるからね。普通の仕事ってサラリーマンが普通の仕事なの？なんだろう、普通の仕事って何？アルバイトとかパートとか派遣社員とか正社員とかってこと？一般的な仕事ってなんだろう？お前は自分が強すぎるんだよ。あー、そうなのかな、まあ、普通に生きてるだけなんですけどね。なんかこう自分が正しいと思ったりとか、自分がこれをやりたいなと思ってるライフスタイルを追いかけてるだけなんだけどね。セブンティーン行けばよかった。でもタバコ吸えないんだよ、セブンティーン。スカウトされた時時給3000円保証のアイテムのパーのバッグの契約だったけど、タバコ吸えないのはきついよ、やっぱり。なんか仕事になっちゃいそうな気がして、なんかリラックスして喋りたいから、タバコ吸えないっていうのはちょっとないかな、俺の中では、うん、いや、あの、もともと俺が契約してた時はセブンティーンっていうサイトだったの、サイト名が。それが後半17に変わったの。あ、めちゃめちゃスカウトしてるよ。だって俺が、本社に呼ばれたオープンのプレオープンの時のやつは200人もうスカウトしてたもん、給料保証。本気なんでしょ、めちゃくちゃ金持ってるからね、中華系の企業だから。いや、俺はだから無理だった。時給3000円の固定給でも無理だった。俺はあれはまあキッズだね。いや、俺は仕事したくないんだもん、やりたいようにやりたいだけだから、うん。俺はオープンの時ね、オープンする前の段階でスカウトされたの、プレオープンの段階でスカウトされてんの。いや、だから本気なんでしょ、17が。今課金サイトショールームが1位、17が2位、ふわっちが3位だよね、うん。大儲けではないけどね。そう、ライフスタイルに反するかな、配信スタイルじゃなくてライフスタイルに反するから。ていうか予算が17で成功できるわけないじゃん、うん、そうそう。だから俺がもらってる名刺とかまだ多分セブンティーンだと思うんだよね、多分ね、うん。ていうか俺名刺ケースどこやったんだろう、名刺入れなくしたんだよな、うん。
やりたくないことはやらないんですよ。やりたくないことはやらない。やりたいことだけやってればいいじゃん。誰にも迷惑かけないならね。誰かに迷惑かけたらダメだけど、自分が自己責任でやっていく分にはやりたいことやっていいと思うよ。ありがとうね、4号、おやすみ。まあだから本当はさ、あの彼女とか作っちゃいけないんだよな、こういう生き方をしてるのは。あの結婚もしたらダメだし、子供も産んだらダメだし、要はさ、仇じゃない生き方をしてるのも、ならずもんじゃん。ならずも、沖縄の言葉で言うとこのフラーってやつだよな。もちろんもちろん。だからあの俺はいつも言ってるんだけど、ダンボールハウスを背に背負って俺はやりたいことやってんだよ。だってアイテムくれなくなったりさ、あの支援者とかリスナーさんがいなくなったらさ、明日ホームレスになるんだもん。そういう生き方だよ。そう、ギャラはないっすね。ノーギャラっすね。ノーギャラっす。まあ赤字だもん、あのイベント。さすがに赤字のイベントでギャラもらうとか。俺ばあちゃんが沖縄だからっすね。半分沖縄の血が入ってるんで、母親も沖縄なんで。そう、だからばあちゃんによく言われたの、フラーがフラーがって、このフラーって怒られた。300万ぐらい稼いでるんじゃないの、勢い的に。だってリスナー3000人とかいるんでしょ。余裕で稼いでるんでしょ。だってね、お茶とかバンバン投げたらさ、だから本当は理想なんだよ。一部のさ、爆投げ花火師に依存するようなふわっちのスタイルじゃなくて、みんなが100円とか10円とか1円とかバンバン投げて、で月収100万200万達成するっていうのが本来の仕事なんだよ。だから不渡客に依存するっていう、その水商売に寄ってきてるんだよ、ふわっちは。投げる、一部の投げる人だから。なんかだってさ、100万とか投げる人が現れちゃったり、10万とか投げる人が現れたらさ、10円とか100円投げてる人がなえるもん。えって、私たちが投げてるお金応援じゃないのって。だって配信者はさ、100万とか10万投げてる方にさ、こうやってごますっていくわけじゃん。そっちの方が稼げるから。だから本来は10円とか100円とかバンバン投げてくれる人たちが1000人集まったらいくらとかの方が俺は綺麗だと思うよ。だって見てる人が負担にならないじゃん。でしょ。だから本来はそうやって盛り上げて、そういう、なんだろう、長く見てくれて、そう、毎回投げてくれる小銭リスナーがね、一番いいでしょ。塾長の出現で冷めた人は多いとは思うよ。だってね、何なのってならないかな。まあ俺のところに塾長さん来てないから、俺はただね、ただ単に不調なだけなんだけどさ、うん、あー、真似なのかな。真似っていうか、別にジャンル真似ではないと思うけど、うん。あ、沖縄の人全員寄り目ですよ。はい。沖縄の人は全員寄り目です。はい、沖縄の人で目離れてる人なんか一人もいないですよ。四季は風船投げると文句言ってくる。ああ、どうなんだろうな。まあ、それぞれの考え方があるんじゃないの。いいんじゃない？俺は俺のスタイルを自分でね、やっていけばいいし。あの他の人が考え方違うのは俺は尊重するよ。四季さんには四季さんの悩みがあるだろうし、考え方があるだろうし、四季さんのリスナーがそれを受け入れてるのであれば、
よりめんちゅうっていうね言葉があるからね。シキーさんと便所太郎さんが裁判やってるみたいですね。なんで閲覧多いの？うんとね、うちのリスナーさんで、四季さんのリスナーさんやってる人が言ってたのが、子育てをしてる若いお母さんからすると、共感ができるって言ってた。叩かれてるけれども、子育てをしてる人からすると、すごく勉強になるし、すごく共感ができるって。だから、主婦層を取り込んでるって言ってた、意外と。で、子供がいない人、女性とか、男性とかが叩いてるだけで、子育てをしてる人からするとめちゃめちゃ四季さんの言ってることが励みになるんだって。俺はまあ全くよく分かんなかったけど、うん、だから一部のコアなファンをしっかり掴んでるんでしょ。だからひどんなとかもそうじゃん。ひどんなの枠って独特だけどさ、あそこのリスナーと俺移動しないと思うもん。ひどんなさんが好きなのってひどんなさんの独特の世界観だから、オカマ層だよ、うん、オカマ層。四季さんはふわっちの配信者、四季さんふわっちの配信者。わかんない、その人のリスナーの意見で、ああそうなんだっていう話だから、俺は四季さんの放送見ないから。だからわかんないね。コアの自称ファンの5号はここまでアイテムゼロ、うん、まあ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 、無課金も無課金だからファンじゃないっていうわけじゃないと思うけど、閲覧減ってもよくない？閲覧減ると嫌なの？リスナーさんって、だって見てる方からすると他に見てる人が一人だろう。なんでなんかさ、俺その日本人的な感覚で分かんないのが、1万人見てるから自分が面白いと思うってこと？100人見てて同じ話をしてると私はすごいと思って、10人の時全く同じ話したら共感できないってこと？それってさ、周りが自分の感覚信じてなくない？自分が面白いと思ったら見ればいいんだよ。で、100人見てようが10人見てようが、あなたの感覚を信じようよ。あなたが面白いと思うかどうかでしょ。じゃない？別に俺閲覧数気になんないけどね。俺それが本当のファンだと思う。売れていったら、ああ役目終わったなみたいな。そう、売れれば売れるほど冷めていくのが俺本当のコアなファンだと思う。キツネ枠はコメントが走るから、さっきから言ってるけど、閲覧を増やしたいわけではないの。別に俺は閲覧を増やしたいんじゃなくて、コメントを増やしたいの。だから別にコメント10人書いてくれる人が常にいるんだったら閲覧10で構わないもん。さすがに閲覧ゼロはきついけど、閲覧ゼロはきついけど、コメント書いてくれる人が10人いるんだったら俺成り立つと思うよ。全然成り立つ。だからコメント書いてくれる人がいればいいよ、うんうん、面白さと閲覧は比例するよな。いやー俺そんなことないと思うよ。大衆に受けてるっていう意味ではそうだと思うけど、俺閲覧多い放送見ないもん。面白いと思わない。だから面白さと閲覧、だからこれ有吉さんが言った言葉なんだけど、芸人の。視聴率が増えるっていうことはバカに見つかるっていうことだっていう。だってさ、日本にいる多くの人はバカだと俺は思ってるの。要は知的層ではないわけじゃん。でバカに受けるコンテンツの方がメジャーになるわけじゃん。だからメジャーになるっていうことはバカに見つかることだっていう有吉さんの発言で俺正しいと思ってるよ。だから閲覧が増えるっていうのはバカ向けのコンテンツだと俺は思ってるかな。で仮想配信者の方が俺は面白いと思ってるかな、うん、正直ね。正直
うん、閲覧多いほど企業案件は来るよ。そりゃそうだよ、うん、それは間違いない、それは間違いない。俺だって仮想配信者じゃないもん。俺は仮想ではないよ。仮想っていうのはあのさ、例えばね、ふわっちのトップページ見てみなよ、みんな。ふわっちのトップページ見てみたらわかるけれども、あのね、今この瞬間にトップページなんだけど、これが今この瞬間に200人やってるんだよ。で俺200人のうち5番目に閲覧多いの。仮想っていうのはこの30人以下の人たちがこんだけいるんだよ。これを仮想っていうのよ。わかる？これを、あ、コッペがいる。コッペ人多かったのにな。こんだけいるんだよ。200人の閲覧の中でさ、トップ5位に入るさ、閲覧があって、なんでさ、仮想なのかがわかんないかな、俺は。うん。これは仮想って言わないよ。あ、延長するんでアイテムお願いします。残り3分になったのでお気持ちでいいので、アイテムいただきたいです。よろしくお願いします。30分に1回、残り3分になったらアイテムもらうようにしました。延長の時にね、アイテムお願いします。勘違いすんな。イカれてるてめえを監視してるだけやろうが。監視されてる時点で俺のなんだろう、まあ見てくれる人がいる分には俺の勝ちだなと思ってるけど、本当に配信者としてやばいのは、見る人が誰もいなくなった時にやばいと思ってる。見る人がいなくなった時に本当のオワコンが始まるなと思ってるね。あ、まあ仮想はコメント読んでくれるでしょ。だってさ、10人しか人がいなかったらさ、読むコメントがないわけじゃん。だったらさ、挨拶だけでも、こんにちは、おはようございます、今日も楽しいねってやってた方が面白いでしょ。うん、そうそう。だから、コミュニケーション取りたい人は、俺は仮想の方が面白い、放送楽しめると思うよ。で、50人以上とか100人以上とか1000人以上とかになっちゃったら、自分のコメントが拾われる可能性っていうのがどんどん少なくなっていくわけだから、だからコメント拾ってもらいたいんだったら、仮想枠がおすすめ。この30人以下絶対拾ってもらえる、うん、で大手を見る人って別にコメント拾ってもらおうっていう気があんまりないと思うよ。コメント拾われなくても別に平気っていう。だって物理的に無理だもん。まあそうだろうね。ふわっちで閲覧30で月収100万とかの方が、まあふわっちのルールの中では強者だよね、うん、だってふわっちで大手かどうかとか気にしてる人ってあんまりいないと思うよ、うん、稼げたもん勝ちって思ってる人が多いと思う、うん、最近のふわっちはね。俺は悲しいなと思ってるけど、アイラは100万どころじゃない、月収2000万とかでしょ。化け物だかんね、あれ。本当にアイラは化け物。風船でも全然いいよ。和道って何歳まで生きるんだろう。ほうほうほう。結論は98号さんの結論は、あ、まあ仕事しながらの人はぶっちゃけた話、3万円でも5万円でも収入プラスされたら超でかいと思うよ。自分の給料が3万円アップするって普通の仕事じゃありえないわけじゃん。でしょ。3万5万上がるだけで生活だいぶ豊かになると思うよ。普通に働きながらの人は30万ぐらい、30万か25万かもらってて、プラス5万されたら、ありがとうございます、花火ありがとうっていう風に俺は思うよ。10万はもう本当にバブルでしょ。だって年収にしたら120万に上がるって相当な出世だよ。相当な出世。考え、あ、ありがとうございます、ありがとう、パフェありがとう、お先、うん、1万でも全然違う。まあまあ普通の庶民レベルだとそういう感覚だよね。そういう感覚。アイラは閲覧取れるんだよ。わざと取ってないの。だからコンプレックスは、だからたまに
俺とか金梅さんとか閲覧あるやつに絡んで自分の腕を見せるんだよ。だけどそのスタイルだと金が1円も入らないってよく分かってるの。だからそのでも配信者としてのトークスキルがあったりとか面白いこと俺はできるんだっていうのがあるから1ヶ月に1回2回大手に絡むんだよ、電話かけて。俺アイラの気持ち分かるよ。だから本当にやりたいことじゃないんだよ、金のためにやってんでしょ。今ね、企画書書いてて、今度やるのがね、6人の漫画好きの配信者を集めて、漫画のトーク放送をやる。ゲストはまだ発表できないんだけど、今ブッキングしてて、企画書書いてて、で、6人が3対3でこう、向かい合って、自分の好きな漫画をプレゼンテーションするっていうトーク番組をやろうと思ってるね。で、だから、漫画やわっていう漫画を語る番組があるんだけど、漫画やわのスキームで、さらに朝まで生テレビのノリでやる。そんな漫画面白くねえよっていう。いや、俺はこの漫画面白いと思いますよ、みたいな、掛け合いの番組を作ろうと思ってて。今、それかな、やろうと思ってるのは。今、ちょっとそれは、やってこうっていう。で、今日一人決まりましたね、出演者が。まあ、追って来年やるんで、そういう漫画が好きなリスナーさんにはぜひ集まっていただきたいなと思ってますね。花火投げた人必ずフォローする。まあ、ビジネスでしょ。配信ビジネスっていう感じがする。あれはもうプロだから。ユカチーとかプロだよ、プロ。ゲストのヒントちょうだい。一応ね、喋れるっていうことが大前提。今回ピックアップするのは、漫画が好きだとしても喋れない人は絶対にやらない。だから討論とかトークができる人しか呼ばないです。プラス漫画にうるさい人、もう漫画の話するとここに唾溜まり始めるぐらいの人が俺はいいと思ってんの。ここに唾溜まりながら漫画の話バンバン止まらなくなるみたいな人。そう、それはね、来年の頭からレギュラーでやってこうかなっていう、思ってますね。で、それね、なんでやるのかっていうと、実はライブ配信のスキームを覚えたいっていうプロの人がいるのよ。今日さ、テレチャンピンの歌うま選手権、カメラ4台あったでしょ。ああいう人が生放送のスキルを覚えたいって言ってて、で、企画のプロットをなんか作ってくれって言われてんのよ。で、温めてた企画なの。そういうこと、そういうこと。漫画や異常な提談とか、朝まで生テレビ、喋り場10代とか、そのノリ。そのノリ。俺ね、ツイキャス行く。今日決めた。今日決めました。僕、ツイキャス、参入します。正式に腹くくりました。行きましょう。俺、ふわっち好きだったけど、ちょっと今日決めましたね。来年から、ふわっち、ツイキャスデビューしますね。今日決めよう。いや、今日ね、いろいろ話し合って、いろんな話を聞いて、で、ツイキャスデビューするって腹くくりましたね。マジです。ツイキャス行きます。ただ、いつかはまだ言わない。まだいつ移動するっていうふうには言わないですね。ツイキャス行くのはまだ、発表の時期じゃない。ちょっとだけやってたね、3ヶ月ぐらいね。やってた。ただ、ツイキャスやらないとダメだって思ったね。ツイキャス行きますね。ツイキャスとフワッチ。この、来年から2つで。っていうのもね、やっぱね、リスナーの母体が違いすぎるんだよ。来んなよって、運営さん 行きたい。行かせて。まあ、ちょっとね、どうなるか分かんないんですけど、ツイキャスはやろうと思ってるんで、よろしくお願いします。まあ、ふわっちとね、ツイキャスはノリは変えようと思ってるんだけど、どうなるのか分かんないですけど。いや、だから、逆に大衆に寄せる放送っていうのはキャスでやる。だから告知は打たない。なるべく。
こっちはこっちのこのトーンでやってこうっていう風に思ってるから、トークを聞いてもらう場所と、まあキッズ受けするかどうかっていうのはツイキャスかなとか思ってて、だからまあまあまあそういう感覚なんでよろしくお願いします。おっさん頑張れ、頑張ります。33歳っておっさんなの、ちなみに33歳っておっさんなのかな、うん、そうだね、喫煙控えないとね、うん、俺も本当にそう思ってる、喫煙控えていかないとなって。まあ、どうなるのかわかんないけど頑張りますよ。キャスに行ったらおっさん、ちなみになんだけど、キャスで人が全然やってない隙間の時間帯で、この時間帯にキャスでワードをやってほしいっていう時間帯ってある？どれくらい？いやだからその感覚もちょっとね、キッズ受けする感覚とかもやんないとなとか思ってたよ、うん、来年30のバッチに一言どうぞ。ですね、30歳になると体にガタが来るので、本当に本当に思ってたよりも体にガタが来るので、20代のノリ通用しなくなりますよ。本当に疲れが抜けなかったりとか、傷が治らなかったりとか、病気に1回かかるとなんかすごいダメージを負ったりとかするんで、健康だけは気をつけてください。健康だけは朝の3時から6時か、ちょうど今の時間帯が見るものがないって感じか。午前はモンジョリとヤミーの独占、はあ、ははあ、まあまあそれもね、その体感っていうのも覚えていかないとな。まあまあやっていかないとね。まあ過度の喫煙はすごく参考になりました、ありがとうございます。気をつけます。なるほどね、先が見える。まあまあダメだなと思ったらすぐ撤退しようとは思ってるけどね。ツイキャスダメだなと思ったらすぐパッて引くよ。俺は見切りは早い方だから。あ、ドカ X さんツイキャスなんだ、知らなかったな。ドカさんツイキャスでやってんだね。ワン太郎もキャス、いやワン太郎はもうキャスがメインだって言ってた、うん、フワッチがメインっていう感じじゃないっていうはっきり言ってたね。ワン太郎ともちょっとふわっちのこと相談したんだけど、でキャスの方が稼げてるって言ってた。正直もうキャスの方が売り上げ大きいです。ふわっちどんどん配信者いなくなるな。いやでもしょうがないでしょ、俺らその食ってかないといけないね、生き物だから、うん、今と生ポ時代どっちが良かった？あー、プレッシャーとかプロ意識みたいなものとか、なんつうんだろうな、怖さは今の方が怖いよ。生っぽ時代の方が気楽にやってたかもしれない。でもその責任感が芽生えたっていう意味では、配信を始めて、配信で飯食えるようになったからの方が責任感は強くなったとは思うかな。そこはね、どっちの良し悪しっていうか、そのね、それで飯を食ってくんだっていう覚悟の問題だから、だから昔の方が気楽にはやってたかもしれない、肩の力抜いてやってたかもしれない。いや正直だってね、今花火1日放送分回して花火1万円も稼げなくなっちゃったもん。日当も稼げなくなったら厳しいよ、食えなくなったら他移動するしかないもん。俺もさ、やっぱなんだろうね、商売じゃないけど生活があるから、でましてや映画作るっていう、映画の資金も貯められてないわけじゃん今の現状。やっぱりだからそのニーズがなくなったんだなっていう風にもう受け入れるしかないなと思ってて、新しいところ行くしかないかなって思ってるかな。うん、俺はね今年がピークだと踏んでる。ふわっちは今年がピークかなっていう。来年ガタって落ちると思う、俺の今の読み、うん、俺ふわっち大好きだけどね、ふわっち大好きだけど、運営さんも大好きだし、
でもね、ちょっとね、もう、なんだろう。色恋とか多すぎるし、配信じゃなくなった。正直。YouTube は変わらない。毎月2、3万固定でずっと入ってきてる。広告料。毎月2、3万。捨て頃はツイキャスだよ。いや、ふわっちは配信のルールを大きく変えたよね。いや、もうただの出会い系サイトみたいになっちゃってるから、運営さんもさ、儲かる方儲かる方に寄せてきて、配信者を守ろうっていうかさ、有名配信者がふわっちをでかくしたのに、そうじゃなくてお金稼げる人を大事にするようになっちゃったから、俺らのもう役割終わったのかなっていう。そうそう、だってさ、雑談の閲覧ある人が呼び込んでさ、このサイトをでかくしたのに、そこに対しての還元が全くないわけじゃん。で、今見てごらんよ、マンスリーランキング、知らない人だらけだもん。つまり知名度はあってもやってけないっていうストライキだよね。だから他行くっていうのは、このままじゃ俺らやってらんないよって。で、俺らが結局いなくなるとね、ヨスさんとか金梅さんとか移動し始めると、はっきり言ってリスナーどんどん減ってくよ。だからユーストリームとかさ、アフリカ TV みたいになると思うよ、うん、と俺は思うよ。固定の 2,3 万は大きいけどね。うん、大きい大きい。しかも広告料だから、リスナーさんにさ、負担をかけなくて済むじゃん。そこはすごい大きいなと思う。でもリスワンって1万円だからね、うん、だってこんだけふわっちが儲かってきてるのに、もうはっきり言うよ、リスワンってね、もう今5万10万払っていいはずなんだよ。昔の感覚で言ったら、昔なんか30人とかしかいなかったんだよ、配信者が。それで1万円払ってたのに、こんだけでかくなって、こんだけ儲かっても、なんかビギナーズデーとかさ、余計なもん入れたりさ、メンズデー女性って分ける意味がないじゃん。そうじゃなくて、今日ふわっちでやってるナンバーワンを決めるっていう企画だったじゃん。もうリスワンでも何でもないよ、うん、そう思わない？ナンバーワンを決めてたから面白かったのに、男も女も過疎も全員チャンスあるから頑張ってたのに。だから俺はレディースデーとかビギナーズデー始まってから、リスワンはもう参加しないって決めた。あとコラボでその仲間内で盛り上げて、結局金梅さんがコラボに上がったら終わっちゃうっていうゲームになったから、あ、なんかなみたいな、そういう風に俺は考えるようになったかな。おかしいなっていうか、だから俺はそっからリスワン10ヶ月取ってたけどね、ふわっち来てからリスワン10ヶ月連続で頑張ってたけど、もういいやとか思って、うん、やめるようになったかな。ここでいくら勝負してもダメだなっていう風に思うようになった。正直リスワンっていう場所では俺は勝負しない。いや、だからリスワンっていうものに参加はしなくなったね、正直言うと、うん、まあ直振りもあるんじゃないの、やっぱり、うん、今日聞いた話だとキャスの方が全然稼げるって言ってた。で、これが厄介なんだけど、ふわっちは今まで稼げるから人が集まってきてたんだよ。稼げるから、ふわっちの方が。だけどツイキャスの方が稼げるようになったっていうことは、閲覧は10倍ぐらいあるわけじゃん。閲覧も稼ぎも多いっていうことは、もうふわっちがね、あの役割終わっちゃってるんだよ。今テコ入れしないと、ふわっちが。だって向こうさ、投げ銭7割だよ。でしょ？で、閲覧も多いんだよ。盛り上がってるんだよ。うん、キャスはマネタイズできるって言ってたよ。あ、7割だって。アイテム投げたら7割だったよ。だったらさ、その、なんだろう、配信者からするとさ、やっぱりね、7割あるって言ってたよ。うん、どうなんだろうね。そう、なんかあの、ビットコインが使えるんだよね。そこがすごい便利だって言ってたね。お茶箱50と100が稼ぎなの。はあはあはあ。まあ今はキャスだよね。いや、俺ニコ生はもう完全に終わってるコンテンツだと思って、雑談っていうジャンルに関しては、俺はもうニコ生の運営はもうほんとグッタグダだと思うよ、うん、グッタグダだと思う。
ふわっちの5000円アイテムとかバカすぎだろ。セブンティーン一発100万のアイテムとかあるよ。17は。リスターの負担ちょっとでかすぎるよね。うん、まあ、それは様子見ながらやってこうよ。様子見ながら。5割も取るのが異常なわけ。まあ、そうだよね。うん、だって、YouTube ライブも 70%。ね。キャスも 70% だったら 70% に寄せていかないと厳しいよな、やっぱり。あ、そうなんだ。無料ポイント含まないならマックス7割なんだ。なるほどね。まあ、それ、ふわっちも一緒でしょ。うん。プロカメラマンだからね。うん。まあまあ、カメラの仕事とかも、頑張ってやっていくよ。わかんない。キャスはすぐに課金できるかどうかは。わかんない。でもスカウト来てるからでしょ。セブンティーン、17は正直頑張ってるよ。めちゃめちゃ売り上げ、ふわっちより売り上げ多いんだよ、全然。ショールームが1位、17が2位。で、3番目ふわっちだから、あの配信サイト。実はツイキャスよりも売り上げランキングふわっち多いんだよ。でも俺は逆転すると思う、来年。正直。いや、俺運営さんには頑張ってほしい、本当に。本当ふわっち頑張れ頑張れって本当に思ってるよ。俺だってもともとすぐに課金してないもん。俺すぐに課金する日銭配信者じゃないもん、もともと。あんまり良くないよな、こういう流れは。俺は今年がピークっていうのが俺の読みで、変わるかな変わるかなって半年前からずっとそのいろんなこと考えてたけど、ふわっちが頑張ってよかったなと思ったのはイベント。やっぱりそのイベントを改良はしていったけど、ただイベントの頻度がちょっと多いかなっていう。集金に見えちゃう、リスナーさんに対する。だからなんだろう、1ヶ月に1回がやっぱイベントはベストなのかなと思ってる。キートスは9割なんだ。そっかそっか。うん、やっぱね、その金だけじゃなくて、その金じゃない部分もやっぱね、作り込んでいかないとダメなのかなっていう。金が稼げるだけだと結局配信者とリスナーをね、イベントがちょっと頻繁すぎるよね。あと露骨に月末に高額アイテムが出るのがちょっと面白いよね月末に招き猫とかスターマインを露骨に投入するのが俺はすげえなって思ってる。まあふわっちはやめないけどね、ふわっちはやめないけど、好きなサイトだから俺は。まあサーバーだよね。今年はイベントない月なかったから、1年間のデータ取れたから来年見物。まあだからネットホストの存在が俺はなんか嫌だっていう。あのネットホスト色恋営業やって荒稼ぎしてるやつがなんか偉そうにしてんの見て俺は嫌だなって。俺は配信者だから、うん、色恋営業もしないし、うん、裏引きもしないし枕もしないから。はい、わこつ月末に高額アイテム笑う、うん、みんなもそうだし俺らもそうだよ。ただ俺は今のそのネットホストみたいなのがナンバーワンだっていうところ勝負をしたくない。俺が勝負する場所じゃないと思ってるから、配信者を大事にして配信サイトになってほしい。俺はのんちゃんに腕枕してるって。俺のりこの食費出してのんちゃんから金引っ張ってねえぞ。お前のりこがバーガー投げてんの、お前色恋営業っていうの、お前ふざけんなよ。のりこと俺はプライベートで付き合ってて、のりこに腕枕して見返りがバーガー5個か。お前何が色恋だ、お前無能すぎるだろ営業じゃないわ、普通に恋愛してるだけだわ。トムイキはアイテム小釣り配信しかしてねえしな。ふわっちは5割から7割。7割になったら俺は勝機はあると思ってるけど、後手は良くない。8割だったら勝てる、ツイキャスに。8割だったら勝てるけど、もう経営上無理だと思うよ。5割から引き上げるの無理なんだと思う。売り上げがガタンと下がるって株主が思うから。だからこのままね、衰退していくんじゃないかなって。でもベンチャースピリット取り戻して、大きく出て8割とか7割とか、
75% とかにしたら絶対巻き返せると思うけど、そこはまあ経営者の腕を見ようよ、うん、そうそう、 Google と Apple が3割取ってるから、そうだから、あのウェブ限定アイテムっていうのをやってんだよ。ウェブ限定アイテムだと高額還元できるっていう。ハゲってディスってだ、じゃあ色黒って言っといて、うるせえ色黒って言ってたよって悪口言い返そう、うん、色黒って。まあリスナーの負担は減らしたいよね。リスナーの負担はねえ、イケカテばっかりがさ、いい思いしてさ、俺ら肩身狭いもんね。今やってるイベントとか最悪じゃん、終わりだろう。もう俺は今年がふわっちのピークだと俺は今踏んでる。ただ経営だから流れがあるから分かんないよ、どこが良くなるとか。糖尿病ちょっとやばいね、これ糖尿やばい。クリスマスイベントはセブンティーンのノリだよね。いやセブンティーンは仕組みすごいよ。俺だから運営さんに実はメール何回も投げてんの、裏で。あのセブンティーンって花火が上がると他の枠全員に告知が行くの。要は花火対決みたいな状態なの、常に。あそこで誰々が上がってますよって、あの運営から広告が流れるの。だから負けじと投げ続ける、投げたら閲覧が来るっていう仕組みなの。こっち盛り上がってるよって。だけどさ、ふわっちってさ、投げたら投げたでここの中で完結するじゃん。だから投げる意味がないのよ。だからニコ生とかはお金投げると広告なの、みんなに広めるので、閲覧を呼び込むの。だから過疎がボーンってすごい花火師がつくと閲覧も来るっていう、閲覧とそのアイテムの機能が並行してるのよ。だけどふわっちってさ、あの内部になってるから、だから色恋とか媚び売ったりとかしないといけなくなるのよ。広告としての機能がないの。それはずっと言ってたの俺、ふわっちに。花火以上のアイテムを投げたら他に和道さんの枠盛り上がってますよとかやんないと、投げる意味がないっていう。じゃないと要はその投げた見返りを俺らがやらないといけないから、体売ったりとかその電話営業とかしないといけなくなるのよ。そうじゃなくて、純粋にお金投げて応援したい人のリスナーもいるんだって。だけど投げたら損だってなっちゃってるんだもん。でしょ。そうだから鳩を飛ばすリスナーがいるっていうことは、機能がないから鳩っていう役割があるのよ。だから花火対決ってなんで配信者がやってるかっていうと、そういう機能がないからなんだよ。そうだから、もともと花火以上のアイテムには広告機能をつけるべきだと俺は思ってるよ。だって花火飛んでるよ、盛り上がってるよって告知が来たらみんな見に行くじゃんと俺は思うけどね。って言って、その自然と俺らがトークを競い合うことに集中させたり、芸を競い合うことを集中させて、それでアイテム投げる人が盛り上がってたら俺はいいと思うの。そしたらどんどん配信が面白くなるから、リスナーさんは投げれば投げるほど得だから。だって今そうじゃん、投げれば投げるほどリスナーさんが損するんだよ。どういうこと？アイテム投げれば投げるほどリスナーさんが損する仕組みなんだよ。面白くならないじゃん。花火が飛んでる枠面白いか？過疎生主ばっかりじゃん。でしょ？それはダメだよ。儲かるからいいやっていう気持ちもわかるけど、ここは何のサイトなのかっていうさ、目的を明確にしてくんないと。だから金梅さん移動しちゃったじゃん。リスナーさんが還元って何なのかって、配信が面白いことでしょ。96号さん、配信が面白くなればなるほどお金投げるよ。そう、投げれば面白くなる仕組みがないと終わる。俺はもう1年前からずっと言ってたよ、運営さんに。俺は投げかけてたから。だからその花火以上のアイテム1000円以上投げた人は告知、いろんな配信サイトにここ今盛り上がってるよっていう機能をつけるべきだっていうのが俺の考えかな。そう、ツーショットチャットみたいに なった方が儲かるの、簡単に言うと。だからね、結局チャットレディチャットボーイなんだよ今のふわっちって。わかる？チャットレディチャットボーイ状態の。だから過疎の方が儲かるの、コミュニケーション密に取れるから。運営に言ってるよずっと、ライブチャットだよ儲かるのが。だからライブチャット化するんだと思うよ、ふわっちが。
ふわっちってなんで閲覧ランキング出さないの？閲覧ランキング出してるよ。おすすめ、トップページのおすすめってこれ閲覧順だよ。閲覧順。343、239人、200人、181人。これ、ここのトップページのおすすめっていうのが閲覧順。で、フォローすると入れ替わるの。フォローした人が優先で上に行くっていう仕組み。だからフォローばっかりしてるとぐっちゃぐちゃになるの。これ閲覧順だよ。俺誰もフォローしてないから綺麗に並んでるよ。でしょ？閲覧順じゃん。フォローばっかりしてるとぐっちゃぐちゃになるの。もともとおすすめっていうのは閲覧順ですよ。累計ランキング。累計閲覧ランキングはリスワンっていう、リスワンだね。リスワン。うん。キャスは稼ぎランキングがないから誰が稼いでるのかわからない。そうだよ。それが一番いいんだって。YouTube も誰がいくら稼いでるのか公開しないよ。だって誰が稼いでるかどうなのかって言ったら嫉妬が始まるじゃん。仲悪くなるんだもん、配信者同士が。だし、はっきり言って俺がいくら稼いでるかとかって個人情報だよ。俺は20万ぐらいですね。125号さん。月20万前後っす。うん。でしょ？個人情報をばらまかれてるのって一緒だからね、うん、公開しない方が絶対いいよ。だから変なアンチがマウントかけるんだもん。あいつの方が稼いでるぞ、あいつの方が稼いでるぞ、それ言われて、あ、じゃあ俺も媚び売ろうかなって。自分のリスナーさんと向き合わずにね、花火師さんに媚びペコ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 するようになって、喋りの腕磨かなくなる、全体がつまらなくなる。はい、ということで皆さん2時間ありがとうございました。もしよかったらね、あの枠の最後に、アイテム小突きさせてください。僕にも生活があるんで、もしね、あの和道の放送を守りたいなとか、面白いから和道の放送頑張ってほしいなとか、延長代の足しになってもらいたいなって思ってくれた人は、お気持ちだけでいいのでアイテムいただけると嬉しいです。あの頑張ってね、なんとか僕も今落ち目なんで、あの正直結果が出てなくて苦しい時期なんですけど、配信は本当に喋りは頑張って腕を磨いていくし、あの映画とかも頑張っていこうと思ってるんで、ぜひ皆さんお力をお借りしたいと思ってます。それじゃあ皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。最後にアイテムください。部屋ブックオフみたいやな。キツネ10号さんバーガーを5個プレゼントしました。136号さん最後にあげません。キツネ70号さん暇なら映画撮れ。キツネ123号さん君いつも配信の話しかしてないよね。キツネ135号さんはどまたな。キツネ112号さん花火をプレゼントしました。キツネ134号さんアスタリスクコートアスタリスクお疲れ様。キツネ105号さんふわっちおわっちか。キツネ2号さんお疲れ。キツネ96号さん君まともで俺はマスキだな。キツネ135号さんぶわ。キツネちゃん388は。キツネ98号さん他の配信者みたいに逮捕されたらハートくらい投げるよ。キツネ137号さんはどうもツイキャスやってリスナーを引っ張ってこよう。キツネ138号さん乗り場によろしく。135号さんはドランフリするな。キツネ139号さん花火もう遅いかな。キツネ137号さんは銅の弟子は白ずみと卵味噌。ワド監督さん花火お願いします。135号さんオンの会議。
39号さん今投げていいの